リン・マーギュリスはアメリカの生物学者、マサチューセッツ大学アマースト高地球科学部教授。日本ではマーグリスやマルグリスと表記されることもある。1957年にシカゴ大学から学士号、1960年にウィスコンシン大学マディソン校から修士号、1963年にカリフォルニア大学バークレー校から博士号を取得。 1967年、ボストン大学で、進化生物の細胞内共生説の核となる、論文、アリート分裂する、進化細胞の起源を発表した、ジェームズ・ラブロックが提唱した、ガイア理論の支持者。天文学者、カール・セーガンの最初の妻で、著実家ドリオン、セーガン、ソフトウェア開発者で、セーガンテクノロジーの創設者、ジェレミー・セーガン、 ニューヨーク市の弁護士、ザカリー・マーギュリス・オルマ、教師で著述家のジェニファー・マーギュリスの母である。1995年から1998年の間に、世界芸術科学アカデミー、ロシア科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミーの会員となり、1999年にはアメリカ国家科学賞を受賞した。2011年11月17日に、 出血性脳梗塞を起こし、同年11月22日に、マサチューセッツ州はマーストの自宅で死去。73歳坊津。マーギュリスは、ネオダーウィニズムに代表される、適者生存、すなわち強い種が生き残っていくという進化の原則に、真っ向から反対する立場を取る。競争ではなく、強制こそ進化の原動力であり、重要なプロセスであると主張した。 1996年、ボストン大学で開かれたシンポジウムにおける生物学の未来と題された会議での席上、マーギュリスは次のように述べた。ネオダーウィニズムは知性を働かせるなら、アングロサクソン系の生物学が宗教的な体験を拡大する中で生じた20世紀の弱小学派として忘れ去られるべきものである。ネオダーウィニズムは異色で面白くはあるが、 潜在的な危険性を秘めた逸脱したものとしての地位を占めるべきなのです。マーグリスは植物の学名で命名者を示す場合に、リン、マーギリスを示すのに使われる。ありがとうございます。